さあ前で7番の花田が少し前と車間を空けるような感じ。ここで勝也が動いてまいりました。さあそして7番の花田、ここは横の動きがあるんでしょうか。打鐘の周回に入りました。抑えた6番の勝也で、さあ7番の花田は打ちに行った。5番の松田に飛びついてまいりますか。7番車の花田、現在 2,3 番手が並走状態です。南関東勢がここはインで粘りました。金が入って3コーナー、6番の勝也が前変わって流しています。そして2番手の内が花田、外が5番の松田、4番渡辺に3番の中野と後方待機となりました。さあ6番の勝也の行為がもつれているんですけれども、5番の松田がここは死守することができるか。最終周回の 1,2 コーナー中間地点、さあここで内、7番の花田が踏み勝ちましたか。あとは後ろから4番車の渡辺が上がってきて、内は3番の中野も上がってくる。飛ばす6番の勝也、2番手を取り切ったのが7番の花田、そして3番手1番の三角がついていて、2番手から花田が縦に踏んでくって、さあ4コーナー回ってきた。外を通って7番の花田、花田先頭でゴールイン。